ジョニートークジョニートーク、はい、ボリューム29、よろしくお願いします。ドンです。権利勉強してます。ドンです。権利勉強してます。ケルです。はい、あ、それプロフィールだったの今。え、プロフィールだったのね。そうですよ。分かんなかった今。で、つかみですから。いや、前回なかったからさ、自己紹介。つかみなかったね。そうそう、まあまあいいや、いいや、いいや。あのね、パソコンの、はいはい、Spotify とか、はい、YouTube ミュージック、はい、Amazon ミュージック、はい、うん、まあ、そろそろジョニクロの音源もね、うん、登録して配信できるようにと思って手続きを進めてるんだけど、うん、はい、ありがとうございます。まあ、いろんな人に聞いて、その辺詳しい人に、うん、で権利だとか、どこに業者はどこに頼んだりとか、いろいろやる調べるさ、はいはい、あるの。お金もかかるし、うん、まあややこしい、ややこしいんだ、ややこしい。まあね、あれ管理系はややこしいよね。うん、で丸投げしたいけど、できる人いないし。丸投げやってくれる人は、うん、やってくれる業者はいるんじゃない。まあだから売り上げ見込めないと、それただお金にかかるんだけど。まあそうだね。どっちか自分たちで全部そういう手間もやって、うん、知識も入るけどお金は抑えるとか、お金払っても、うん、そういうプロの業者にお願いするとか、どっちかにしようかなと思って。それは長所短所どっちもあるからさ、自分たちに合う方をやろうかな。まあ、金額に似合うんだったらそっちもちろん面白いと思うんですけど、うん、権利的なところはまた分配になるんで、まあそれで、まあ、了解です。はい、今も時間ない。はい、今回は、はい、川崎ジャズテーマソングの、はい、まだタイトルも決まってないからさ、うん、どうしようか。テーマソングで今日この場を統一しようか、その曲のことを言うときは。いいんじゃない、もう川崎テーマ、川崎ジャズのテーマソングで。、うん、待って、また本ちゃん本ちゃんで別の歌詞になるしさ。で、うん、聞いてもらおうかなと思って。はい、どうぞ。一回ね、あ、でもデモとかスタジオ音源かな。あ、はいはいはい、はい、うん、こんな曲をテーマソングにやってますっていう、ね、一回ツイッターでも流したかな、なんか。え、やっ、そうなの。あなたがあのスタジオの後のさ、こんな、うん、流した気がしたけど。あ、動画になってた。そう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 。ああ、そうかもね。うん、まあ、全部ではないと思う。うん、じゃその中からね、はい、どれだっけ、これか。まあ、これはいわゆるメンバー曲だなっていう。もともとはね。そうそうそう、うん、いきますよ。はい、こういうとこ流すの初めてだ。そうだ、うん、これ今年の4月ぐらいにやった。はいはいはい、そうか。まあ、でもすぐ行くんじゃない、サビ。あと次 B ってサビだから。うん、この日あれか、新谷くんが参加してないスタジオだもん。してないか。パーパーラッポンとかな。うん。といったようなやつをね、うん、まあ、作ってますよ。はい、オケ自体は結構前からあるかな。そうだね。歌詞がちょっとできてなくて、まだその実践でやってないだけで、うん、前からやってますね。ユースケ曲としてね。そうね。一応ね、こちらの思惑としてはそんな感じで。うんうん、これさ、うん、デモの中から取ってきたんだっけか。
こういうのがあったんだっけ、もうなんか結構丸々作り込んでスタジオに持ってきた気がする。キメとピアノとドラムの感じ、うん、雰囲気だけで、ワンコーラス分で持ってきたから、打ち込みのやつ。そう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 、うん、そっから作って、うん、もともとあって、じゃあこれをユースケ曲にしようにしたのか、いや、なんかね、パッとひらめいて、うん、ユースケ曲として作ってったって感じ。なんかユースケ君のイメージが、うん、そのマジシャンとかウィザードとかそんな感じのイメージずっと持ってて、うん、でそれでなんか仕事終わって書いた時に、あ、これいいなと思って作った感じ。じゃあ割とこう当て書き的な感じなんですね。そうだね雰囲気は当て書きで出したかな。そっか、うん、じゃああれだね、他のやつとは少し違うかもね、他のメンバー曲とかね。あ、そうだね、だ多分デモ、あれでもどうだったかちょっと覚えてないけど、でも なんかそのそのどっちにしてもそういう雰囲気なイメージだったの、うん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 、でこんな曲の、はい、サビの部分がね、はい、テーマソングとしてめっちゃ削ったもんね、まあ、今どういう作りになったかまだスタジオ入ってないから決まってないけど、うんうん、はい、あんまでもそんな崩したくはないかなとは俺は思って、なんか、ね、サビのとこはあの聞かせる部分、聞かせたい部分が結構多くて、うん、だけども削んなきゃいけないっていうのもあって、時間の都合上じゃあ15秒から30、まあ、裏話すると15秒から30秒で収める予定だったじゃん、うん、だから30秒で収めなきゃ、まあ、少なくともその15秒はもう結構無理くりだから、うん、まあ、なんとか30秒で収めようっていう感じになってるはずだから、うん、そうだね、そのどうしても聞いたくない部分を残したら、多分今僕らはどうなってか分かんないけど、そういう形になったんだと思います、うん、まあ、スタジオ次第かな。でもそうね、うん、最終的にはスタジオで全員で、うん、じゃあこれにしようで多分決めると思うんだけど、そう多分ねあのサビ歌の部分はそんなに多くしないで、あれでしょ、意味のある言葉の部分はあっていうか、あのていうかそのボーカルにフォーカスしないで、うん、どっちかっていうとその豪華さにフォーカスを当てたいと思ってたかな、楽器とかの。そう、はいはい、うん、あのビッグバンド感が出ればいいみたいな感じ。あ、そんな感じじゃね、うん、まあ、ビッグバンドがそうそう、なんかゴージャス感が出ればいいなっていう、うん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 、そうするとなんか絵的にも合うといいかなっていうのもあるし、はいはい、っていう感じかな、うん、でまだ僕歌詞聞いてないんですよ、あなたが書きたいってことで、はいはい、そう、あのね、うん、そういう作詞かとは言えませんが、はい、まあ、歌詞書くに上で、うん、ある程度さ、うん、もう聞いてるんだろうけどね、聞いてる人も、え、流れてるんでしょってこの時期、多分はいはい、はい、あとどうなんだろう、リリー締め切りは全然今放送なしてるよりも早いよ。そうだね、うん、ただこれが世の中に流れるのがいつなのかまだ聞いてないから、あ、そっかそっか、記者発表の時流れるわけじゃないのか。そうだね、ただ俺は勝手に記者発表の時の一曲がこれできたら一石二鳥だなと思ってたんだよね。え、だってスポットだから他の歌詞できてないよ、しかも川崎ジャズ場の30秒スポットだから、うん、まだ何も構成もあれだけど、うん、つくんです。え、いやだってあの歌詞ぐらいでしょ、だってオケはあるし、あるけど、ただ別にそれが発表の時の編成にも合うかどうかも分かんないし、うん、3人だよね、だって今だからね、うん、ね、ゆうすけくん追加できるかどうかね聞いてる、交渉中なの。そうだとしてもできるかなそうだ、うちはさ、うん、曲さ、うん、その編成によってやれる曲とさ、うん、やれない曲ってさ、うん、あんまやってもしょうがないなってやつとかあるじゃんか、うん、だそれにもよるから何ができるかちょっと考えないといけないんだけど、うん、このテーマソングをその場で演奏したら、まあ、一番形的にはいいのかなとは思ってたんだよね。だどうなったか分かんないよ、はい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 、先週の出来事だからね、うん、はい、で歌詞、はい、いろいろ考えて、これでユースケ曲でもあるからと思っていろいろ考えたけど、うん、ね、どんちゃんからのオーダーがさ、オーダーが出した俺、オーダーあったでしょ、ここに歌詞入れるんだったらここね、ああ、ね、そう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 、あったじゃないですか。でこのスキャットはそのまんまスキャットで、そう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 、ほんで俺はそれもあいいなと思ったし、はいはい、で最後の一節、うん、ドレミのところもそれでいいと思う、うん、と俺も思ったんですよ、うん、その後か、だから「デッタッツタディビディビララトゥー」
ラッタッタッタビリビダラっていうこの次だよね。そう。ダダダダダっていう部分と、うん、最初ダラッドゥルーンのところ。はいはい。それをこんなのでどうかなと思った。この丸一の方。どっちがあれ？あの最初？こっちが最初。合わせて。かわしてを。え？あ、かまんないけど。かわしてを、たったったったらったでしょ？いや、笑いを。それ最後、最後。最後の、ま、最後の間のところ。ああ、これは違うのか。それ違う。ああ、了解了解。ここだけ。かわしてを、笑い声はね。笑い声をね。どうでしょうか。かわして、かわしてを、ラッタッツタビリビダラチュー。ラッタッツタビリビダラチュー。笑い声をドレミファソラシド。いいですかね。笑い声をってことが笑い声を6文字ですけど、まあいいですけど。そこは。うん。なんか一個足してもいいし、あ、いい、別に、でもハマったから別にじゃない、笑い声をドレミファソラシド、ちょっと今ありますけど、はいはい、大丈夫。あと入り、そのキメからのパン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 、かわしてとかわしてを、 What that's the dream。 はいはいはい、大丈夫そうですかね。いいじゃないですか。うん、まあ、ステートで、はい、いいと思います。じゃあこれでいきましょうか。ありがとうございます。はい、はい、あ、しかもあれだな、多分今2回繰り返しちゃったけど、多分1回になる。レッドツタテビリダラチュー、笑い声を。スキャットの一周がないってこと。そうそうそう、あ、2周しちゃうと10秒になっちゃうんです、プラス。あれさ、うん、まあこれは多分スタジオでやるんだけど、うん、俺のね中の、うんうん、これでいい、これはどうかなっていうのは、うん、その15秒30秒のやつで、うん、入りがこの歌い出しから入ってサビ行って、普通のサビの尺やって最後決めで終わるっていうのはどうかなと思って。多分30秒超えるよ。超えっかな。超える。あの、要はダグレダグタラッタッツタデビデビダラトゥ、これだけで結構秒数稼いじゃうから、うん、ダラッタタタラッ、あの、さっきのこれ削るってことじゃ、最初のそう、ここが歌い方しから、うん、カステロから入る感じできるかな。まあこれはスタジオでね、いろいろ他のメンバーの案もなんかあるかもしれないから、うんうん、了解了解。まあだから、まあ、決めは別に最後だけでもいいんだけど、うん、タタクタタってやりたかったんだけど。いや、俺もやりたかったよ。やりたかった、まあ、だから最初に持ってったよ、うんうんうん、でそれ最後はもうだからで終わって、で、あと、あの、サックスが入る場所はどうしても作んなきゃいけなかったから、ダーターラッターのところも一周だけでも稼がなきゃいけない。そうそうって感じかな。で、その後必然的にそのスキャットが一周になってくるっていうイメージ。まあスタジオだな、結局はどういう風な結果になってか分かんないけど。そうね、あと使われ方もなんか、ほら、はい、そういう CM 動画って、うんうん、踊ったりとかあるから、やっぱ決めがあった方が踊りっていいのかなとか思ってみたりね。どうなんだろうね、うん、まあ、そこはでもなんかむしろ合わせてくれるんじゃない、分かんないけど。切ったりとか。そうそうそう、30秒切ったりはないと思うけど、うん、その動画自体を合わせてくれるんじゃない、音楽の方に多分。まあそうね、終わりました。あというわけで、はい、ボリューム 29?29ですね。はい、というようなね、はい、感じでした。ちょっと短め、すみません、はい、機材トラブルでね、ちょっと短くせざるを得なかったんですけど、7月分まとめて撮ってるそうですね、影響もろに食らいます。だと、はい、まあそうね、当日どうなってるかちょっと分かんないですけど、多分きっと楽しいことあると思うんで、うん、ぜひお楽しみにしていてください。以上、はい、ジョニー・ドッグボリューム29でした。ありがとうございました。